こんにちは、矢沢健一です。今日は神宮のヤクルト対中日と、そして甲子園の阪神対巨人戦をお送りします。まずは神宮のヤクルト中日戦です。奥川が2度目の先発をしました。その奥川が2アウト2、3塁のピンチを迎え、5番平田に対してボールボールなんですね。そして3球目に投じた真ん中からちょっと外めのボールを平田がライナーでライトスタンドへぶち込みました。いきなり奥川は3失点です。その内容を見ると、その平田に打たれたストレートですけども、握りがツーシームになってるんですね。だから外を狙った投球がやや内にシュート回転で入ってくるんですね。なぜストレートがフォーシームの握りではなくツーシームなのか、ちょっと分かりませんけれども、そのストレート系が多いんですよね。それに加えてフォークです。フォークもですね、カウント球と、そして追い込んでのフォーク、2種類ありますけども、そのツーシーム系のストレートとフォークが主流なんですよね。やはりまだまだストレートに威力がこう感じないので、そのストレートをやはりもっと磨いてほしいなという感じがしました。そして2回3分の2で交代しました。で、誰に交代したかというと、宮台投手です。宮台君は昨年3年間在籍してた日本ハムを自由契約となり、その後トライアウトを受けてヤクルトに支配下選手として入団しました。その宮台がこのピンチの2アウト満塁の場面で、打者は強打でした。フルカウントまで行きまして、最後は得意のチェンジアップでした。真ん中からインサイドでちょっと沈んだチェンジアップを強打が、空振りという、なんとかそのピンチを、宮台が抑えたわけです。今年の宮台、チャンスをたくさん、もらえるかなと思いますけども、この時期に一人でも打ち取るということであれば、また次のチャンスも巡ってくるであろうと思います。4年目を迎えますから、今年の宮台に、期待しましょう。そしてまた3番手で田口が投げました。今日の田口は3イニングで4安打打たれましたけども、1失点に、抑えました。ランナーを出しながらちょっと苦しい、ピッチングでしたね。まだコントロールも、ボールの走りも、しっくり、来てないような、感じでした。田口がヤクルトにトレードで来たことによって、廣岡が向こうに来ましたけども、それも3月1日ですよね。ヤクルトの投手陣が厚みが少しできたかなという感じがしましたね。打者の方では3年目の濱田大輝が2回にライト線にタイムリー2塁打を打ちました。そしてその後にも、ヒットを打ちましたけれども、彼のパワーあふれるスイングスピードは、目立ちました。今年はひょっとするとレギュラーを獲得するか、もしくは出場機会がぐっと増えると思います。一方、中日は柳が先発しましたが、6回を投げて5失点です。しかし105球を投げ切りましたんで、なんかこうスタミナがついてきたようです。打線の方は大島、そして周平、そしてビシエドが2本ずつヒットを打ちましたので、打線にこうつながりがこう出てきましたので、これからが非常に楽しみです。続いて甲子園の阪神対巨人です。またもまたもですね、6番に入った佐藤輝明がオープン戦4本目のホームランを打ちました。左の高橋優輝から真ん中からインサイドにちょっと寄ったところのストレートでした。それをレフトへ。それがですね、
ポール際だったんです。審判はファールの判定をしました。ところが矢野監督がリクエストをしまして、私も中継の映像を見ておりましたら、ポールの内側に入ってんですね、入ってん、もうギリギリですね、ポールに当たるか当たらないか、その内側に入ってるんです。まさに切れずに入ったホームランでした。佐藤輝明選手は、ウェイティングサークルの方で、その判定を待っておりましたけども、判定が覆るとそのウェイティングサークルからベース一周をしてくる、そんなホームランでした。阪神はその虎の子の1点で1対0で勝ちました。もう一つのポイントは、阪神の先発は横浜高校出身の2年目左腕、及川正樹投手でした。ピッチング内容は4イニングを1安打無失点で抑えました。4番岡本には臆することなく内角へストレート、非常に度胸のいいピッチャーです。そしてフライアウトを10個取りました。ストレートも生きておりですね、今後楽しみなピッチャーだと思います。一方の巨人打線はわずかに3安打でした。ちょっと元気がなかったですね。それとこの試合、坂本選手が腰の張りを訴えてベンチ入りしませんでした。ちょっと心配ですね。今日は神宮のヤクルト対中日戦と、そして甲子園の阪神対巨人戦をお送りしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。